はい、では、スワッグの作り方を作る前にちょっと簡単に図解してみますね。さっき花瓶にお花を飾った時っていうのは、まあ、こういうふうにこう扇状にお花が、ここがお花交わる地点だとして、こういうふうに扇状にお花が生けられてますね。でスワッグはこう扇状ではなくて、ここのここをセンターを、真ん中を中心にして、ここが束ねてるとこだとしたら、こうやってちょっとアーモンド状、こういう形に、仕上がると綺麗な形のスワッグが作れます。だから例えばこうアーモンド状に束ねて、ここが束ねたとこでこうやって茎が出てて、こういう風ですね。なんだ形としてはこういう感じに、スワッグが束ねられると綺麗な形のスワッグが作れます。でもう一つですね、横から見た時、これ壁、これ壁ね、壁にスワッグをつけるときに、こういうふうに、これがスワッグ、こういうふうに形ができると、これ上茎が出てて、壁にピタッとくっついてる方がいいので、ということは上から見たらアーモンド状だけど、横から見るとこの後ろの面、壁に接する面は、できるだけ平らに作れるのがいいですね。でこうテーブルの上にスワッグを作るんですけど、こう1個目の花材を置きます。たら2個目の花材はこの辺、3個目はこの辺って、こうちょっとずつ頭を下げていって、こういうイメージで、こういう風にこうやってこういうドーム型で、後ろが平らなやつっていう形を作っていきます。でこれが上から見るとこうアーモンド状になっている、横から見るとこういうふうに、長いのから順番に、長いのちょっと短いのちょっと短いのって少しずつこう短くしていって、こういうふうにドーム型になって、後ろが背面が平らになっていると、スワッグは作りやすいです。はい、というわけで先ほど束ねてたお花をばらしてみました。1週間ぐらい飾った後ですね、飾り終わった後にこうやってお花をみんなばらして、なんとなく分かりやすいようにこう長さ順に並べてみます。でさっき言ったように長いのから順番に束ねていくと、最後に綺麗なスワッグが作れます。ではやってみますね。では作ってみます。まずこの中心に一番長いのをこう置きます。でそしたらこうやって短いのを、ちょっと短いのを少しずつ重ねていきますね。手元映ってるかな、こんな感じかな、ね、たら次はじゃあこれ、なんとなく、よいしょ、上から見るとアーモンド状に、なんとなくアーモンド状になってるのは分かります？あんまり先端がすぼまってないね。でもま
真ん中が膨らんで手元に向かってしぼんでいくっていう感じのイメージですね。後ろが平らになるので、テーブルから離さないようにして上に上に重ねていくように作っていくと、手元、あと後ろが綺麗に平らになって作れていきます。はい、こんな感じ。こういう感じで作ってみました。はい、でスワッグできたら、このこっちの後ろのところをきれいに切り揃えます。まあここは長い必要ないので、短めに切っちゃって大丈夫です。ね、でしたら、とりあえず一旦輪ゴムで仮止めします。で、この仮止めしたここの上のとこ、ここの今私は本当に握ってたとこね、ここを麻紐で結んでいきます。はい、これ麻紐ね、麻紐でここをすっごく固く結んでもらいたいです。ドライフラワーにするっていうことは、乾かす、植物を乾かしていくことなんで、植物が乾いていくときに水分が抜けてこの枝が痩せていくんですね。なので、少しずつ細くなっていくということなので、ここをよくギュッと縛っておかないとだんだん細くなったときに、抜けちゃいます。なのでここは本当にギュッとよくよく結んでおいてください。はい、で結べたらさっきの仮止めした輪ゴムはいらないです。まあ取っちゃっても切っちゃっても。で、私はこのまんま麻紐でも可愛いなと思っているんですが、もちろんここにさらにリボンをつけてもいいですし、ラフィアみたいなのでもいいですしね。こうすると、はい、これで完成です。はい、完成したスワッグ、こういう感じ。こうちょっと離れないとカメラに入らない、こんな感じです。後ろがだいたい平らで、だいたいこう真ん中が膨らんで先端が細長いアーモンド型になっていて、これだと、壁に飾ると、座りがいいので綺麗に飾れます。で、このまんま、飾っておいたら、これもどん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 このままドライフラワー化していくので、もう半年ぐらいとかずっと楽しめると思います。ちょっと飾ってみますね。はい、これ壁に飾ってみますね。壁に飾ってみるとこんな感じです。で、これだとまたしばらく楽しめるし、このままドライになっていくので、もしまた違った楽しみができると思います。さて、今回はネイティブフラワーでスワッグを作ってみました。どうだったでしょうか。また来月も楽しいお花を